皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。政治評論家の田崎史郎氏が25日、テレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組では投開票が2日後に迫っている自民党総裁選を取り上げた。写真、目の下に隠せぬ疲れ、集中砲火を浴びる高市早苗氏まるで別人のよう。番組では報道各社の世論調査を紹介し、小泉進次郎氏、石破茂氏、 武智早苗氏の三つどもえでうち2人の決戦投票となることが濃厚な情勢を伝えた。田崎氏はこの12週間武智さんが党員・党友票でぐっと伸ばしてきてると指摘。3パターンある決戦投票は組み合わせの高い順に武智の VS 石場、小泉 VS 石破、武智 VS 小泉と予想した。高市 VS 石場のケースは半石場で遊ぶ派。 安倍派茂木派が高市氏に乗るとの見方を示した麻生さんはすでに竹千乃さんに振ってる安倍派は石破さん許せないと思ってる人が多いですから大半は竹千乃さん茂木さんも石破さんとの関係は悪いと述べた小泉 vs 石破では小泉氏有利とし石破氏は決戦投票に進んでも勝利することは可能性は低いと思います 決選投票に進むと国会議員票の比重が増します」と述べた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。